こんにちは、アスカです。今日は真ん中の頭の真ん中の地肌が見えてます。アスカです。今日はえのきの炊き込みご飯を作るんですが、バターが入ってます。私はおかずにバターが入ってるのはちょっと苦手だったんですけど、美味しそうだったんで作ります。それではスタート。はい、まず研いだ米に生姜チューブをたっぷりを入れます。塩は一つまみぐらい、こんなもんでしょ。バターがないんでネオソフトのバター風味を入れてみます。パンに塗るやつですね。もうちょっと入れとこう。あんま入れるとくどくなりそうなんで。そしたらめんつゆを大さじに入れて、あとはえのきを入れて混ぜて炊飯。はい、じゃあどういう風になるのでしょうか。なんかえのきがそうめんみたいに見えます。間違えた。炊き上がってからバター入れるって書いてあったのに。大丈夫かな。怖かったんでバターは取りました。今日のあるあるはこういう瓶とかに調味料を入れておくと、私んちみたいに言っちゃった。私んちはこの瓶に塩を入れてるんですけど、入れとくとこうやって固まりやすい。でこうする。なんか調味料入れるときってする人もいますよね。はい、髪の毛が伸びすぎました。やろう。日曜日切ります。予約しました、いつもの美容室で。はい、完成です。じゃあバターご飯いただきます。バターの匂いがもう口のここまで持ってきた瞬間、バターの匂いがプンってして美味しい。めんつゆと合いますね。次は何を作ろうかな。バイバイ。